来た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 。あ、涼しい涼しい涼しい。いいですね。ハスコチャンネル。皆さんこんにちは、ハスコです。はあ、もう今ちょっと車内の中にいてエアコンもつけてないんですけど、もうめちゃめちゃ暑くて。でですね、今現在車内の温度なんですけど 30.4 度ですね。で、湿度が 59% ということで、まだね、その日陰の駐車のところに車があったりしたのでこの温度なんですけど、で、ね、車中泊用のね、エアコンを以前買おうかなと思ったんですけど詐欺に遭いまして、からまあエアコンをちょっと買うのをためらってまして、でまあもともとねエアコン持ってるんですけど、かなり電力がねある RV パークだったりとか大きなポータブル電源がないとあのエアコンがちょっと使用できないということで、今回は、クーラーを DIY したいと思います。今回作るエアコンなんですけど、お値段は、2000円以下で作れます。私はちょっとネットを使ったりとかホームセンターに行ったりとかいろんなところで買い揃えたんですけど、あの100均で代用できるものもあります。で実際に作ってみて快適さとか気温だったりとか、あとまあスポットクーラーも持っているので自分で作ったエアコンと比べてみるっていうのもやっていきたいと思います。はい、では早速作っていきたいと思います。ハスコチャンネル。はい、こちらの 1,2,3,4,5 計5点で、DIY エアコンを作っていきたいと思います。まずこちらエアコンの本体になるクーラーボックスですね。今回はこの発泡クーラーの 7.5 リットルの大きさ、350の缶が8本と 500ml のペットボトルが6本入る、釣りとかでよく使うのかな、発泡クーラーが約、1000円で、トライアルで買いました。まあもうちょっと安いのとかももっと探せばあったかもしれないです。続いてこちら、こちらは Amazon で購入した 12cm×2 の USB ファンです。 USB を挿したら動くファンですね。そしてこちらはホームセンターで買いました筒そしてこちら保冷剤です。こちらはですね100均で購入しました。でこれがダイソーでなんかこう木のね本棚みたいなやつです。そしてまあこの保冷剤を常に冷やしてぬるくなったら変えるっていう作業をするので、今回、まあ私はキッチンカーをやったので、まあいいやつを買ったんですけど、ロゴスのクーラーボックス、氷点下アイスも溶けないというこの最強の保冷剤を買っていました。なのでまあ今ダイソーの保冷剤なんですけど、まあロゴスとかの保冷剤の方が氷点下の保冷剤とかもあったりしたので、まあそういう保冷剤を使う方が持ちはいいかもしれないですね。さっき2000円以内で収まるって言ったんですけど、もうちょっと高かったかもしれないです。ハンディファンが1680円ぐらいして、クーラーボックスがまあ1000円約3000円ちょっとぐらいでできるんじゃないかなと思います。でさっきも言ったんですけど、まあこのクーラーボックスも100均で売ってますし、まあハンディファンとかも100均のものもあるので全然100均で商品とかでも作れなくはないと思います。ただやっぱりこうハンディファンの威力だったりよりいいものを使った方が長持ちするのではないかなと思います。では早速作っていきたいと思います。汗がやばー。ハスコチャンネル。作っていきます。まずちょっとこの紐がいらないのでカット。うわ、このハサミめっちゃ錆びてるんだけど、めっちゃ汚かった。で、まずですね、ここにハンディファンを、つけるためにここにですね、かたどってカッターで切っていきたいと思います。はい、こんな感じで置いて、まあ原理としてなんですが、ここにハンディファンを置いて
風を送って、で 下に保冷剤を入れるんですね。でここに穴を開けて送風システムを作るっていう感じです。保冷剤の冷たい空気がハンディファンから送風されてエアコンみたいな感じです。はい、では早速かたどっていきたいと思います。でこんな感じです。ちょっと斜め、まあいいか。せーの、じゃーん。ちょっとこっちが斜めってるけど、まあ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 、いけるかな。では、カッターで今からカットしていきたいと思います。苦手だな。もう買ってた時からそうだったんですけど、キュンって言うんですよ。キュンって。ゾワーッとする。夏にはちょうどいいか。意味わからんか。お、なんかやり方合ってるかな。せーの。あ、いけ。あ、いったー。ふう。まあちょっとこの辺のね、破片とかも取りつつ、まあ揃えていきたいと思います。切ってこういう感じになりました。ちょっとここが細いのでグーって押さえた時に取れないかが心配なんですけど、ちょっとはめてみたいと思います。ほら、ちょっといい感じにはまるんですけど、そしたらこっちが浮いちゃうっていう状態で、若干ちょっとはまれてない感じがします。はい、でははめてみたいと思います。はい、なんとかここの内側を削ってはめることができました。こっちの裏はこんな感じです。うん、はつこチャンネル。続いてはここにこれを置いて空気の通り道を作ります。かたどります。カッターで引きます。丸ってどうなの。押してみよう。おー、できた。気持ちよかった今。できた、行きました。イエーイ。はい、じゃあもうこれで9割型完成しました。今からなんですけど、作動チェックをしていきたいと思います。はい、先ほどの紹介したこちらダイソーで買ったなんか木の立てるやつはい、こちらにこのダイソーの保冷剤を入れます。こっちじゃ入らない。チリーン。あれ、これじゃ絶対閉まらないよね。浮くもんな。残念。なんとしてでもこれを利用したい。横じゃないと無理でした。でも横はこの木の板は入らないんですよね。はい、こんな感じになりました。最終的にこんな感じにしたんですけど、本当はもうちょっとちっちゃい保冷剤で綺麗に並べて、この穴をなるべくもっと最大限に風の通り道を作ってあげたいなってことで、まあ、ちょっと保冷剤が失敗したという感じです。これはですね、ダイソーの 500g の保冷剤なんですけど、ちょっと大きいのでこれは同じのはおすすめしないかもしれないです。はい、でははめます。こちらを
まあ、この USB がこのシガーソケットからも、車のシガーソケットからもいけると思いますし、ちっちゃいポータブル電源とかでも、電源が本当にないっていう人はハンディファンの電池で動くタイプとかでもいいかもしれないですね。今ですね、この車庫の温度が 32.4 度では、クーラーをつけたらどうなるのかってことをやってみたいと思います。オン。おー、音は結構静音ですね。で、モードが3種類あって、今ハイにしています。あれ、え、風が出てない気がする。反対やこっちが涼しい、こっちから風が出てきてるわ。これいける？今だけこうしてみよう。あと外すんですけど、あ、来た、あ、涼しい。いいですね。はい、というわけで、まあ、この車庫でやってるので空間が広いですし、まあ、ちょっとつけたばっかりということだったんですけど、まあ、32度から今28度に変わりました。車の中だともっと密室なので、よりね、効果があるんじゃないかなと思うので、後ほどちゃんと検証していきたいと思います。はい、というわけで、ちょっとね、グレーというかちっちゃい、おしゃれにしていきたいと思いますというわけで、色を塗っていきたいと思います。水色で塗りますこれブラシが固まってて、じゃーん、こんな感じ、かわいい色、すごい楽しいですね。自律神経が結構乱れがちで、なんかね、塗り絵とかするといいって言うじゃないですか。なんか本当無心になってこういう作業をするのすごい楽しい。はい、上だけ塗ってみました。ちっちゃいねペンキだったんで足りなかったんで、まだ今度買い足して塗りたいんですけど、とりあえずこんな感じで蓋だけ完成しました。上だけなんですけど乾きました。早速車内で使っていきたいと思います。はい、というわけで早速車内でエアコンを使っていきたいと思います。で、今なんですけど、はい、今 29.9 度、湿度が 64%というわけで、早速エアコンをつけていきたいと思います。オン。おー、涼しい。ちょっと温度が、これがこうすぐになんか計測できるものじゃなくて、まあだんだん下がってきたんですけど、まあ一度下がったんですけど、ちょっと時間を置きたいと思います。はい、というわけでまた1時間後にやっていきたいと思います。よいしょ。おー、まあなんかそんなかな。はい、 28.3 度。って感じ。私的にはこう近くにいると涼しいし、そのずっとエアコンを走行中につけていて、車内がある程度涼しくて、でこのエアコンをずっとそこでその後つけていくってなったら、まあ涼しいのかなとは思うんですけど、外がもっと暑かったりとか、まあ威力的にはちょっと弱いかなっていうのが正直なところですね。ちょっとファンの威力が弱いんですけど、ただそのメリットもあって静音性があるというか、うるさくないんですね。ただその風力としては感じですね。この
風力の感じと、あ、うん、若干やっぱり扇風機だけよりもこっちでした方が冷たいし、保冷剤の敷き詰め方とか保冷剤のクオリティにもよるかもしれないです。まだ多分4時間ぐらいしか経ってないんですけど、まあ、当初よりも保冷剤がそんなにいっぱい入れれなかったのとっていうのがあるので、ちょっとまだまだ改良の余地はあるかなと思います。まあ、スポットクーラーと比べてみようと思ったんですけど、もう比べるも何もっていう感じかもしれないです。はい、ハツコチャンネル、目の前にいたら涼しいですし、失敗っていうわけではないですけど大成功っていうまではないかなっていう感じです。なのでまた車中泊していく過程でどんどんこのクーラーを進化させれたらいいなと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。